おはようございます、こたつあんです。今日は出町柳にモーニング食べに来ました。ちょっと鴨川ね。で、ここから2分ぐらい歩いたら有名な出町双葉があります。はい、そんな出町柳で今日行くお店は喫茶午後というレトロな外観が特徴的な喫茶店行ってきます。要はね、インスタとかでは出てきてて気になってたところなんですけど、行ったことなかったんで。午後に午後、午前中に午後、午後中、午後中、なんで午前中っていうのに午後って言うんだったら午後中とは言わへんのかな。午前中、午後中、もう右手に見えてきますわ。てか見えてますわ。見えてきた。ここです。午後。めっちゃいい感じやん。ちょっと離れてみたいな。信号渡ろうかな、一回入る前に。遠目から見ると、どっから見てもええな。まろやかな舌触り、独特な午後のコーヒーを。これ飾りちゃうんや。動いてる。入ります。こんにちは。こんにちはってね、すっごい感じのいい、女性店主さんが迎え入れてくださいました。一番手前の席に座ります。内装はね、こんな感じなんです。外観のこのレトロさに負けず劣らずといった感じで、はい、いいですね。メニュー見ていきます。モーニングセットがあるみたいなんでね、それしようかな思ってますけど、まあまあ一応他も見てみます。ブレンドコーヒーに始まり、ストレートコーヒー、ウィナコーヒー、リプトン紅茶、アイスティー、ほうで、ミルクセーキ、ミックスジュースとかいいですね。バナナジュース、レモンスカッシュ、クリームソーダ、コーヒーゼリー、バナナゆで卵50円。他は、トースト250円、チーズトースト450円。ちょっと跳ね上がりますね。で、卵トースト450円。うん、あ、これこれ、モーニングサービス、朝11時までワンコイン500円で、ドリンク選べて僕コーヒーします。で、トーストで、バナナとゆで卵選べて僕ゆで卵いきます。で、このラインナップ見て、ドリンクのコーヒー、ミルク、紅茶、コーラって、朝からコーラ、朝からコーラ頼む人いる？すいません、モーニングください。モーニングで、はい、コーヒーで、ホットコーヒーで、ゆで卵でお願いします。このカウンターのサイフォン見てたら、はよくれ思うわ。はよコーヒーすすらせてって。そんでね、この喫茶店、今時珍しく全席タバコを吸えるんですけど、ただこの一番奥のテーブル席見てください。白い紙になるべく禁煙席って、まあ唯一その禁煙席が設けられてるんです。なるべくね、別に何の仕切りもないですけど、一応そういったスペースは一席あります。創業が1963年なんですね。で、今いらっしゃる女性店主さんが2代目でして、初代の、お父様がヘビースモーカーやったらしいんです。で、遺言が禁煙の喫茶店にしたらあかん、その遺言を守ってはるという形です。あ、すいません、ありがとうございます。ゆで卵ちゃん、
きました。すすらせて。ちなみにこれおかわりはですね、書いてますね、追加コーヒー200円。おはようさんでーすって、常連さんがね続々と入ってこられて、だから入店断られてる方もいましたね。人気すぎて満席で。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これで500円です。ワンコインモーニングサービス、極太トーストコーヒーゆで卵。これもコーヒーめっちゃ美味しかったな。僕酸味がねあんま得意じゃないんですけど、はい、なんかすっきりしてるけどコクがあって、当たり前けど家と飲むんとちゃう。うん、美味しい。でこのトーストはね、京都の山科にある丸善パンの食パン使ってはる言ってましたね。上の方にバターが塗られててね、じゅわっとして噛んだ瞬間分厚いけどしっとり、最高。僕のこの後ろのスペースあるじゃないですか、ここ今は焙煎スペースとして使われてますけど、昔はお客さんの席やったみたいです。なんかちょっとね半個室みたいになってて、だから今でいうカップルシート的な感じ。だから初デートがこの午後でしたっていう人がいたり、この近くにね京大と同志社大学があって、でまあその当時のアベックたちが、そのね大学前で待ち合わせしたら、うわあいつら付き合ってるやん、とか言われるから、まあ、それをこう避けるためにこの喫茶前で待ち合わせして、まあここでちょっとお茶すすったり、デート楽しんでみたいな、そういった流れが昔は特にあったみたいです。喫茶午後の店名の由来気になるじゃないですか。で勝手に予想したら、ランチの後とかにこのカフェ行こうかみたいな流れ結構多いじゃないですか。だからその午後に使ってねっていう意味合い込めて午後って名付けはったんかなと思いきや、全く違うみたいで、これちょっと話が複雑なんでついてきてほしいんですけど、ヘビースモーカーの初代お父様で、今の2代目の店主さん、女性店主さん、まあ、娘さんですねっていう、まあ、今お二人紹介してるんですけど、そのヘビースモーカーのお父様の前に別の方がこの同じ場所で喫茶店午後というのをやってはったみたいです。でそこにヘビースモーカーのお父様がコーヒー豆を卸してたみたいで、つながりがあって、でそんなのでその内観してたら、そのおばちゃんが、もう私年だからこの喫茶店閉めようと思うねん、ほんだら俺にやらせてくださいよ的な流れで、ヘビースモーカーのお父様がこの喫茶午後を、まあ、引き継いだみたいな。だから今の女性店主さんは2代目やけど、まあ、厳密に言ったらというか、まあ、3代目とも言えるって感じ。その最初にやってはったおばあちゃんの、孫がこれ午後って名付けたんです。でそのお孫さんが当時同志社大学でフランス語を勉強してはったみたいなんです。でその午後っていうのは日本語じゃなくてフランス語なんですって。でどういうことかって言ったら、フランス語でお好きなだけにとか、あり余るっていう意味合いで、その一発目のおばちゃんのお孫さんがつけはったみたいです。でもそのまま今も変わらず午後として営まれているという、ちょっと複雑ですけどそういった流れなんですって。ついてこれました？
ほなぼちぼち帰ります。時間過ごさせてもらいました。どうも。あ、打ってもうた。